今回も大学での学び方のヒントということで資料を用意しました。でこれにはいくつか動機がありまして、実はとこれからですね、1学期2学期と授業をしていきますと、各学類でですね、授業評価というのをやると思います。でこれは、他の学類でもやっているかもしれませんが、理学系の3学類ですね、数学、物理、科学、多分地球という、旧自然学類の中では、非常に特色のある活動として行われてきたものです。でこれは学生による授業アンケートを、取って、でそのアンケート結果をもとに例年ですと秋ごろに開かれるクラス連絡会と、学生と教員との懇談会というところで、その授業に対するここがいい、ここは直してほしいといったそういう要望や意見を討論し合う場があります。で、ここに僕も、何回か、毎年こう出て、その学生さん方のこう意見や要望やらを聞いているわけなんですが、でもそこでどうも毎年こう顕著に現れてくるのは、大学に入って勉強を始めたこう皆さんとですね、それからこちらで授業をするその教員との方で、それぞれですね、皆さんが望む授業のやり方、教え方と、それから私たち教員が皆さんに望むその勉強のやり方の間にかなりこうミスマッチが生じているという印象を持ってきました。で具体的にはクラス連絡会でその学生側の方からどういう意見が出るかと言いますと、例えば講義が非常にスピードが速くて追いつけないとか、それから、多分それが一番多いかなというふうに思います。でだからもう少し分かりやすく授業をしてほしいとか、そういった意見が毎年、学生会の授業に対する要望としては一番多く聞かれる意見です。で一方で、教員の立場としましては、大学での その学び方、勉強の仕方というのは、多分その高校までの学び方とは大きく、異なる部分があって、でそれをやっぱり学生の方にですね、ある程度認識した上でお勉強してほしいなというふうに望むところがあるわけです。ということで、今日はですね、こういう話は他のオリエンテーションとか授業でされたかどうかは分かりませんけれども、一応多分微積分は皆さんこれこの1年生で勉強するいろんな科目の中で、物理と並んで最も主要な科目の一つであると思いますし、ですので一番力を入れて勉強するであろう部分だと思いますので、そういったところでなるべくそうですね、高校までの勉強のスタイルからスムーズに、なるべく早くその大学での学びのスタイルにこう移れるような、そういう、移っていけるようなヒントとしていくつか役立ててもらえればというものを用意しました。ここでちょっとその話をしたいと思います。で、まず最初にですね、こういう話をするとですね、ちょっとスライドが遅れました。なるべく教員と学生の、大学での勉強の仕方に対する認識のズレをですね、少しこう滑らかにしたいというのがあります。で、最初にですね、取り上げるのは、大学の制度ですね。大学のは制度上一体どのぐらい勉強しなければならないものかと、そういう基本的な知識、もしかすると皆さんの中には知っている人もいるかもしれませんけれども、ちょっとそれについて紹介したいと思います。でここにありますように、大学設置基準という
ものがあります。これは、資料にもありますように、これは文部科学省が出している省令と呼ばれるんですね。省の、日本政府の省のレベルで出す決まりごとです。でどういう決まりかというと、その大学を作るためにはそのこういう条件を最低限満たすようにしなさいというもので、例えばそれはその教員を何人置きなさいとかというものであったり、どういう資格を持った教員を置きなさいというものであったり、あるいはどういう科目を用意しなさいとか、そういったことがいろいろ書かれています。で、その中に、ここの資料にありますように、その単位に関する、条文というのがあります。で、これはその大学でその、授業をするにあたって、こういう単位で単位を与えるような時期に授業をしなさいということなんですけれども、で、第21条と書かれていまして、こういろいろ書いていますが、詳しくはまた後で家に帰ってからでも読んでいただきたいと思うんですが、大事なところはですね、大学の1単位の授業科目っていうのは何時間勉強してもらえるものかというところですね。実はこれ45時間を標準としています。まずここをきちっと覚えておいてほしいと思います。1単位、別にこれは45時間勉強しなければもらえないというわけでもないし、その学ぶべきことをすぐ理解してしまえば、そんな時間足らなくても済むかもしれないし、あるいはなかなか追いつけない人はもっと時間かかるかもしれませんけれども、標準的には45時間勉強したら、1単位上げるようなシステムにしなさいと。というふうに言ってるわけです。で、ということはですね、例えば1単位の講義ですね、講義1単位、例えばやったときにですね、1学期10週間あったとして、1コマ、1.5 時間、つくばはちょっといろいろ事情があって、1時間15分になってるんですけども、そうすると、1学期1単位の例えば講義っていうのは、実質授業でやる使う時間っていうのは15時間なんですね。そうすると、残りの30時間っていうのは、どこへ消えてるのかというと、実は残りの30時間はそれぞれ、予習に15時間かけて、復習にも15時間かけると。で、これでもって、全部の合わせた時間が45時間になって、1単位もらえるという仕組みになっています。ということは、皆さんお気づきだと思いますけれども、講義で1単位取るということは、講義で授業を受ける時間と同じだけの時間をそれぞれ毎回予習にかけて、復習にかけて、で、その授業の内容を学ぶということになっているんですよということなんですね。で、実はその、クラス連絡会の際には、授業アンケートと一緒に、その学生がその、授業時間以外で その学習というのをどのぐらいやっているかという調査結果も出ています。で、それは科目によって多かったり少なかったりしているわけですけれども、率直に言うと、こんだけその一つの科目に時間をかけて、勉強している人っていうのは、全員ではないことは確かに。いるかもしれませんが、多数ではないかもしれません。ただ一応講義を受けて1単位取るというのはこういうこのぐらい時間をかけて勉強、するという、システムになっているということを、知っていただけるというふうに思います。で、ですね、これは1単位5時間、そうですね、そうすると1週間あたりは、どうなるかっていうと、その1週間はそれ10で割ればいいですから、授業の1時間半に対して、1週間のうちに、予習は1時間半、復習を1時間半やるという計算になります。で、ちなみにこの微積分の講義は2単位ですね、2コマ続きで。ですので、そうすると必然的にその予習と復習にかけるべきとされる時間も倍ずつになる。ですので、微積分の講義に関しては、これを、非常に真面目な学生がいてですね、
非常に真面目に勉強するということに、ことを仮定しますと、1週間に9時間を微積分のためにこう頑張るという感じにこうなるというわけです。まあ、これは別に皆さんがそうしなければならないというわけではなくて、制度上はそうなっているということを理解していただければいいです。で、それからもう一つ、多分これ皆さん、カリキュラム、時間割り組む際に説明を受けたかもしれませんが、年間履修単位数の上限というのがあります。で、確か、これ45単位でしたということも聞いているんじゃないかと思います。で、一応ですね、多分皆さんの中にはですね、この45単位ってなんで45単位までしかその取れないのかという疑問を持った人もいるでしょう。ということで、じゃあこの45単位取るために一体1日何時間ぐらい勉強しなきゃならないか、まあ、授業時間と授業以外の時間を含めてですね、それをちょっと計算してみました。毎日何時間勉強するのか、で、年間45単位、取るとしまして、でこれを、筑波大学は3学期制ですから、各学期に均等に割り振りますと、1学期あたり15単位取りましょうという話になるわけですね。で、15単位、取るためにはその授業とそれ以外合わせてトータルで何時間勉強しなきゃなかったかっていう と、1単位あたり、45時間ですね、勉強しなきゃなかった。これ15単位取るということは、全部で1学期あたり675時間勉強時間を取るという計算になります。で、で1学期が、ね、10週間続くとしますと、ちょっと毎週の学習時間が出てくるわけですね。これ単純に10で割りますと、1週間あたり授業とそれ以外の場を合わせて、67.5 時間勉強をするということになります。で、さらに、1週間5日としまして、土日は少し、いろいろ、サークルは毎日あるかもしれませんが、とりあえず土日にサークルなんかあったりとか、それからバイトをしたりとか、いうことを、ちょっとリラックスすることを考えて、一応ウィークデーの月曜日から金曜日までにこの勉強時間を均等に配分するとなると、1日あたりの学習時間は 13.5 時間出てくるんですね。だから45単位取るっていうのはそのこれぐらいのことだということですね。ちょっと皆さんに、知っていってほしいなというふうに思います。で、実はその僕が学生の頃はその年間履修単位数の上限っていうのは特になくて、で、たくさん単位を取ってる人も結構いましたけれども、ちょっとかっきりとは覚えてないんですが、大体そのここ10年ぐらいそのですね、その単位の実質化といって、その一応単位を取っても それだけのものが身についているかということがこの社会でこう重要視問題視されるようになってきたわけです。で、単位を取るからにはその分の勉強をきちっと大学が、させなければいけませんという話にこうなってきて、多分今のこういう年間履修単位数の上限制度なんかも導入されたのだと、理解しています。ですので一応、制度上ですね、今まではその大学の制度上 の背景をお話ししまして、だから単位取るっていうのは、そんなにそのやわなものではない。で、実際もそうかもしれませんけれども、一応制度上はこうなっているということを、知っておいてもらえるというふうに思います。であとは、そうですね、一応こういう話はしたんですけれども、それを実際に聞いてそのどう行動するかっていうのはもう大学生ですから、それは皆さん自身の判断に任されますということも一応付け加えておきます。一応ここまで何か質問ありますか。はい、それではその今度は制度をの話を今したんですけれども、今度はですね、その実際のそうですね、心構えといいますか、認識の差といいますか、その辺の話をしたいと思います。で、一応タイトルとしては、その授業を受ける際の心構えと、その学習のサイクルの例というのを挙げています。
で、まあ、先ほどから何度か触れていますけれども、その講義を聞いていてもやってる内容が難しくて理解できないという話は、クラス連絡会の場でもよくそういう発言を聞きますし、あと授業アンケートでもそういう意見はよく見かけます。ただ、まあ、授業をですね、まあ、僕もかつての学生でしたから、やっぱり皆さんと同じような境遇を通ってきたことは確かなんですけれども、でまあ、これからだんだんいろいろ勉強していく中で、こうまあ、今度はだんだん教える立場になってきて感じているんですが、そもそもその大学でこれから皆さんが学ぼうとしているのは、まあ、もしかすると皆さんの中には高校までは授業で初めてパッと教科書を見て先生の話を聞いてそれでパッと分かったという人がいるかもしれませんが、大学ので学ぶ勉強の内容というのは必ずしもそうパッと頭に入るものではないということを、一応、まあ、まだ実感してないと思いますが一応そういうものかもしれないということを覚えて覚えてほしいと思います。で仮にその例えばですね、この皆さんがこの微積分の教科書を自分でこう読んで理解してみようとしますとしましょう。でそうすると自分でこう数学の教科書を読んでその内容を身につけるっていうのは初めてやる人には非常に難しいこと、難しいっていうふうに感じられるのではないかというふうに思います。僕自身、まあ、高校の時もそうでしたし、大学に入った時もそうでしたし、そうでしたけれども、やはりその何も知らない段階で新しいことを自分で本を読んで学ぶというのは、なかなか1回ではうまくいかないものです。何回も何回もわからないところを繰り返し読んだり考えたり、あるいは友達、先生に聞いたり友達と議論したりしていく中でだん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 分かってくるというような経験も僕もしました。ですので、実はその講義だけ聞いて理解しようとするのはやっぱりかなり難しいことで、やっぱり講義を聞いて理解するだけでも自分でその教科書を読んでその理解しようとするぐらいの努力が多分多くの場合必要になると思います。まあ、これは多分皆さんこれから感じていく機会があるかと思います。で、まあ、僕の方もなるべくその、まあ、講義をする以上はその、まあ、皆さんの学習の助けといいますか、なるべくその理解しやすいようなこういう勘どころというのを掴んで、話を するように努めたいと思いますけれども、例えば微積分の内容に近づくにはやっぱり皆さん自身の努力がやっぱり不可欠だということを覚えてほしいと思います。さてで、じゃあ具体的にそのどうすればいいかということですよね。で、まあ、あまり具体的ではないかもしれませんけれども、まあ、とりあえずこう、まあ、何もこう説明しないよりはマシかなと思って、一応その講義の前の予習と、それから講義の際の授業の対策ですね、それから講義の後の復習について、その、まあ、いくつかその、まあ、こういうところからやってみてはどうでしょうかという提案をしたいと思います。なんか何でしょう、最近よくあるライフプランナーのかなんかの人たちのような提案とちょっと似た感じがあるかもしれませんが、でまず予習の際ですね、多分予習の際には教科書の、まあ、次回授業される部分をこう読むっていうのは多分皆さんやることだと思うんですね。で多分その皆さんが例えば読み始めて
どうすればいいかわからないとか、それからつまずいたりとかっていうことの多くっていうのは、その実際に、まあ、教科書を読んでるけども、こう読んではいいんだけども、そこからどうすればいいのかっていうのは多分最初はなかなかつかみづらいんじゃないかと思います。そこでですね、まあ、これは一つの例なんですけれども、まあ、例えばそして定義や定義などがありますね、この教科書に出ると。定義や定義に当たったときに、内容をまず言うわけですね。そしてその上で一回教科書を閉じて、自分でその定義や定義が記述していることの中身をどういうことを書かれて、どういうものを定義しているか、あるいはどういう性質を定義として述べているかということを自分の言葉でこう説明してみるというのをやってみると、その少なくとも自分がどこまでその内容を理解しているかというのは分かるのではないかと思います。でここに例を一つ挙げました。これは講義の教科書の、8ページにあります。8ページの真ん中ら辺ですね。まあ、持っている人はちょっと、教科書を開いて、見てみてください。まあ、教科書の人もここにテキストがスクリーンに出てますから、教科書の人はスクリーンを見てください。でここにはコーリーという文章が載っています。で読みますと、上に誘拐な非減少数列は極限値を持つということが書いています。で、皆さんにその必要とされることは、このコーリーがですね、一体どういうことを述べているかということをまず理解することだと思います。で、多分教科書を今回ここで今この場で初めて開いた人もいるかもしれませんので、そうすると初めて目に飛んでくる言葉がいくつもあるかもしれません。例えば上に誘拐、多分これは高校の数学では聞かれなかったことだったんです。それから非減少数列、まあ、数列は耳にしたことがあっても、非減少ってのは一体どういうものなのかっていうのも、多分初めての人が多いので、まあ、極限値を持つっていうのはまあ大体直感的には分かるでしょうね。多分皆さんはリスク基準一応やってきましたから。そうするとですね、じゃあこの公理がどういうことを言ってるかというのを理解する上では、まず上に誘拐っていう言葉ですね、上に誘拐っていう言葉、誘拐という言葉はどういう意味なのかっていうのを理解する必要がありますね。それから、非減少の数列っていうのが一体どういう数列なのか、ということも理解する必要があります。ですので、たったこの一文を読むだけでも、自分が何を知らなければならないかということが、クエスチョンですね、そういう問題がいくつも出てくることが分かるんじゃないかと思います。ですから、自分にですね、いちいち問いかけてみると分かるかもしれません。上に誘拐というのは何なの、非減少数列というのはどんな数列なのか。そうしますと、実は数学の教科書というのは大抵必要なことは、ここの公理が出てくる前の段階できちんと説明していますから、それを、まあ、読んで理解に努めるというようなことになります。で、まあ、今日は今日の授業の中では時間があればこの辺の話もすると思いますので、例えば上に誘拐とか、それから非減少数列とか、あとはその講義の意味するところとか、その辺も講義ではある程度話はします。ただ何せこの厚さですね、この厚さのうち1学期でだいたい半分近くがあるんですね。この辺まで1学期で済まなきゃないんですよ。だからどうしてもあんまりのんびりしているわけにはいかなくて、やっぱり何でしょう、少し林ぐらいでどうしても行かなければなりません。ので、まあ、残念ながら学校大学の授業というのはそういう形で、勉強を、講義は進めざるを得ませんので、
それについていくっていうことも必要になってきます。ただ数学の勉強はですね、別に早足で進めなければならないというものではなくって、物理もそうだと思いますけれども、皆さんそれぞれ自分の時間の中でこうゆっくりと歩きながら、こうちょうど今だんだん暖かくなってもきてますし、この辺大学の周辺から、だんだん足を伸ばして この辺のですね、一帯を探検するように、こう数学をじっくり、数学や物理もですね、じっくり学んでみるという機会もあってもいいかもしれません。さて、そういったところでこう自分で教科書を読んでいくと、理解できたところ、理解できなかったところが出てくると思います。ですので、そういったことをですね、どこが自分が分かっていて、どこが分からなかったかっていうことを、はっきりさせると、多分その授業を聞くときにはだいぶこのペース配分ができてくるんではないかと思います。自分がすでに分かっているところは、ちょっと手を抜くか内職するか、なんかレポートがあるからちょっと内職してとかするか、あるいはちょっと眠いから少し寝てみるということもできるかもしれませんし、で自分がやっぱり予習して分からなかったところを集中的に聞くことで、その多分学習の効率も高められるでしょう。だからそういった効能が多分予習することで あると思いますので、あとは皆さんそれがそれぞれの勉強のスタイルを確立していくことになるわけですが、そういったこともこのようなことも参考にしながら、頑張ってもらいたいというふうに思います。次にですね、その講義の際ですねの話なんですが、まず一つこう皆さんと約束してほしい、僕と約束してもらいたいことは、この講義の教室の中では、他人に迷惑をかけないということは肝に銘じていただきたいと思います。今のところ多分少なくとも今日は出席は取りませんので、例えば自分が今日やるところはすでに分かっているから出なくていいとか、それからあんまり、気が乗らないとか、それから他に用事があるといったような場合は、必ずしもこの講義に毎回出てこなければならないとは言いません。であと講義に出てきて、そうですね、忙しかったりすると知らず知らずのうちにこう頭が下がってきたりこうすることもあるかと思います。そういったことも別に僕は問題にしません。またはあの授業を受けながらですね、その現在の心境をつぶやいたりとかする人もいるかもしれませんけれども、別にそういうことも周りの人に迷惑をかけているのであれば僕は特に問題にしません。でやっぱり問題にするのは、その例えば周りの友達とこう、死後ですね、授業に直接関係ないことを話をしていて、でその周りたちが講義の話がうまく聞けないとか、それから講義の全体の雰囲気 にちょっと雰囲気を邪魔してるとか、そういったことになりますと、やはりそれはこの教室で授業を受けている他の人たちのためにはなりませんから、そういったことは慎んでもらいたい。だから話をするんだったら廊下に出ていっていいんで、ここの教室で講義を受けようと、で席分を学ぼうという人の意思を尊重してほしいということです。で日本ではあまりこうなんでしょう、ない感覚だと思うんですけれども、特にそのアメリカなんかでよく聞くことは、アメリカの学生、大学生にはこの学費を自分で稼いでですね、抱えている人も多いと聞きます。皆さんの中にもしかするとそういう人もいるかもしれません。でそういう人にとってはこの1時間1時間っていうのが非常に、
だからこの授業、まあ、お金で買ってるっていうような感じですよね。それはあの多分あの皆さんこの筑波大学に学費を払っている以上あの全員基本的にはそうだと思うんですけれども、あので、あの多くの人はですね、そのお、まあ、お家の、まあ、親御さん、それから家族の方の、この努力、まあ、が、あのお金を出してくださって、まあ、ここで学んでいると思いますけれども、実はそうですね、この授業1時間、さっきの単価じゃないですけど、1時間あたりにそのどれぐらいお金がかかっているかってちょっと考えると、やっぱりそれなりにあの大事に、せにはいかんなというふうに思ったりもするんです、思ったりすると思います。僕もあまり学生の頃はそういうことを考えなかったんですが、やっぱりこの年になるとやっぱりあれ時間って非常に貴重だったなというふうに思いますので、まあ、皆さんもぜひ、まあ、そういう貴重な時間をですね使っている人もいますから、まあ、そういう人たちに迷惑かけないようにしてほしいと思います。それからあと講義中に、まあ、ちょっとでも疑問があったら、質問してください。まあ、なるべく、要所要所で話を止めて、何か質問ありませんかっていうふうに聞くように思いますけれども、まあ、皆さんの方でも、何かあったら質問を、してほしいと思います。で、多分ですね、皆さんの多くの人は感じられると思うんですが、まあ、こんな、つまらない質問をしたら恥ずかしいんじゃないか と思う時って結構ありますよね。まあ、僕もそうでしたが、で、まあ、ひょっとしたら これを知っているのは知らないのは自分だけで、他の友達はみんな知ってるんじゃないかというふうに思ったりすると、なかなかこう質問しづらいものです。しかしまあ、これは僕教えるようになってからこういくつか経験したんですけれども、こう、まあ、皆さんがもしかしたら恥ずかしい質問じゃないかと思っていることも、これだけ人数いますから、まあ、きっと他の誰かも同じ疑問を持っていると思って間違いはないと思います。まあ、ただこれは統計的な調査をしたわけではありませんから証明されているわけではないんですけれども、一応まあそういう経験をしたことは結構何回かありますので、ですので、まあ、こんな質問したら恥ずかしいんじゃないかっていうことも、実は他の人も同じことを疑問に思っているかもしれませんから、そこで、皆さんが質問をすれば、もう一人の疑問を持っている人も、どの悩みが解決してお互いハッピーになれるということで、質問をするというのは決してこの教室にとってマイナスになるということは決してありません。プラスになることはあってもマイナスになることは決してありませんので、ぜひ疑問はその場で放っておかず、今日の授業が終わる前に解決して、あ、スッキリしたと言って帰ってほしいと思います。で、それからそうですね、あとは僕に尋ねにくい場合というのもあるかもしれません。その場合にはこの授業の間ですね、一応予言と予言の間はちょっと休憩入れようかと思っていますが、まあ、その際に後ろに今いますこのティーチングアシスタントのお二人に聞いていただいても構いません。まあ、僕よりは皆さんの方に年が近いでしょうから、気楽に話せるかもしれません。それからあとは、まあ、休憩時間にですね、その友達とに聞いてみてもいいと思いますし、まあ、そういった形で、なるべくこの火曜の予言と語源がですね、終わって教室出るまでに、その日の悩みを解消して、すっきりして帰っていくといいんじゃないかというふうに思います。それから、あともう一つ、これはどちらかというと僕からお願いなんですけれども、授業に対する意見、例えば、その板書が見づらいとか、それから記号が読みづらいとか、大雑把なんだけど、大雑把というか、あんまり細かい指摘ではないんだけど、全体的に字が汚いとかですね、そういったことを何でもいいので、なるべく
この教室内で、僕の方に教えてください。とこれはあのやはりあの授業アンケートの際に、こういった意見が書かれることがあります。あの例えば板書が見づらかったとか、それからそのもっと、そうですね、この教科書と授業の進度の対応をつけてほしかったとか、まあ、そういった意見が出てることが ありますが、あの非常にその残念なのは、その多分それをですね、その授業の授業時間もしくは授業の終わった後にでもその先生に言ってもらえれば、その次の回から少しは改善されて、まあ、みんな、より良い環境で授業を受けられるようなもっとハッピーになれたんじゃないかというふうに思います。ですので、まあ、授業に対して何か気がついたことがあったら、ぜひ、まあ、授業時間内、例えばそのですね、ここは見えませんとかよくわかりませんというのは、そこですぐに指摘してもらった方が周りの人にとってもいいと思いますし、あるいはそうじゃないことでも、まあ、授業終わった時に言ってもらったりすると助かります。で、次がその講義の後ですね、復習のステージなんですけども、まずこれは先ほども述べましたが、演習の授業をぜひ取ってください。で、一応なかなかその講義でフォローしきれない部分というのはあると思いますが、そこは演習の授業で、多分演習にも演習担当の先生とそれから TG クラシックさんという人もいますので、まあ、そういった形でなるべくまあ、分からないところを理解できるようにしてほしいと思います。であとはそうですね、時々、まあ、時々とか質問に応じてこの前やった内容を、まあ、思い出したりして、そうするともしかするとまあ、授業を受けた時点ではああよく分かったと理解していたことでも、後からまたあれこれって実は何だったんだっけって疑問が湧いてくる場合もあるでしょう。でそこで、まあ、自分でこういろいろ考えるわけですね。で考えてもし、まあ、分からなければまた、先生だったり友達だったり、まあ、ティーチングアシスタントの人だったりこう質問する。でそれで、まあ、より理解が深まる。でまたまあ、新しい言葉の間に前のことをもう一回復習したりということで、まあ、こういう、まあ、リサイクルマークをつけましたけども、こういうサイクルでですね、こう皆さんの自責分への理解が、まあ、より深まってく、るといいんじゃないかというふうに期待しています。でそれから最後に、まあ、ここまでがその、まあ、授業の心構えと、それからまあ、勉強のサイクルの例をちょっと出してみましたけれども、あとそうですね、皆さんに伝えたいのは、その大学で数学に限らずいろいろな授業があると思うんですが、そういった知識をものにできるかどうかは、皆さんの積極性次第ということを述べておきたいと思います。と多分高校までですと大体その教える内容っていうのは学校で用意されていて、で先生が授業で教えたことをきちんとノートを書いて、で、まあ、あとはなんか課外講習なんかもこう、まあ、自分で行ったり、あるいはその学校で用意したものを受けてっていうふうに、ある程度その皆さんが勉強する環境っていうのは周りによって用意されていて、大体まあそれに乗っかっていれば、ある程度その知識を集めてこられたというのがあったのではないかと思います。ところが大学に行きますと、まあ、実に多種多様な人がいまして、それから多種多様な分野の勉強をやっておりまして、でそうしますと皆さんの学び方もまた多種多様にどうしてもならざるを得ない。で特にその皆さんが一人一人で自分に合った勉強の仕方を改革していくことが多分必要になると思います。で高校のまでの時のように待っていればその何か降ってくるとかですね、誰かやってくれるということは多分ありませんので、
からまず分からないなと思ったら自分自身で何らかの行動を起こすということが大切になると思います。で、例えば、質問ですね。それから資料を探すというのを2つ用意しましたけれども、質問するといった時にも、もちろん手頃な相手としては、履歴読みだったら僕ですとか、それから演習の先生とか、授業担当している先生が身近にいますけれども、別にそういう先生でなければいけないということはありませんので、例えばそれ以外の先生のところに質問に行ってもいいと思いますし、それからティーチングアシスタントの方とか、あと先輩とか友達とか、いろいろやりようはあるんですね。で、あと、資料を探すということに関しては、この微積分というのは、今大学で教えられている数学の中でも最も基礎的なかつ重要な科目の一つですので、とにかく教科書や参考書やたくさんいろんな人が書いています。で、皆さん中央図書館にすでに行かれた人もいるかもしれませんけれども、この中央図書館っていうのはとりあえずでかいですよね。で、微積分の教科書の書架を探してぜひ一回見てみてください。で、世の中にどのぐらいの種類の微積分の教科書が溢れているかというのを体感してもらいたいと思います。ですので、もちろん本屋さんで探してもいいですし、図書館で探してもいいですけれども、何かわからないと思ったときに、手がかりになるような資料というのは、とりあえず、皆さん、この1学期ずっと探しても探しきれないぐらいあると思いますから、ぜひ各自で行ってみてください。